昭和54年度自衛隊記念日中央観閲式。10月28日安積訓練場に大平首相を観閲官に迎え、陸海空自衛隊員、防衛大学校学生、防衛医科大学校学生などおよそ5200名が陸と空に堂々のパレードを展開した。予備隊の誕生から29年、陸海空の3自衛隊となって25年を迎えた自衛隊。ここでその今日に至るまでの歩みを振り返ってみよう。昭和25年警察予備隊が発足。8月23日大阪城内、東京都北多摩郡など全国6カ所で第1回目の合格者が入隊した。昭和27年保安隊発足。10月15日明治神宮外苑に吉田首相を迎えて初の観閲式が行われた。昭和28年4月6日、横須賀市久里浜の保安大学校に第1期生400名が入校し、将来の幹部を養成する教育が開始された。昭和29年、自衛隊が発足。7月1日、保安隊は自衛隊と改称され、同時に保安大学校も防衛大学校と改称された。昭和32年3月防衛大学校第1期生337名が卒業。昭和34年伊勢湾台風、被災地の救援活動に自衛隊は陸海空隊員延べ66万、車両10万両、舟艇8400隻、航空機800機を持って復旧に当たった。昭和35年、日米安全保障条約の改定問題をめぐって国内で多くの論議を呼んだが、6月、条約は批准された。昭和39年6月16日、マグニチュード 7.7 の強震に襲われた新潟地方。各地から動員された陸海空合わせて延べ10万名の自衛隊員が救援・復旧活動に当たった。
昭和39年東京オリンピック。自衛隊は総員7600名のオリンピック支援集団を編成して、このアジアで最初のオリンピック大会の支援に当たった。東京オリンピックには21名の自衛隊員が選手として参加。重量挙げ三宅選手の金メダル。超人アベベに最後まで食い下がった円谷選手の銅メダルの健闘は、いずれも国民に深い感銘を与えた。昭和40年、再開された南極観測の支援を開始した海上自衛隊。11月20日、砕氷艦富士は第7次南極観測の桑都に着いた。昭和43年、小笠原諸島返還。6月26日、太平洋戦争中最大の激戦地の一つであった硫黄島で返還式が行われた。昭和47年、沖縄返還。日本武道館で復帰記念の式典が行われた。一方、現地沖縄では陸海空の各部隊が新たに編成され、在日米軍から沖縄防衛の任務を引き継いだ。昭和49年4月25日、防衛医科大学校が埼玉県所沢市に開校。第1期生40名が入校した。昭和53年には有事法制、奇襲対処をめぐる防衛論議が国民各層の間で活発に展開された。防衛庁は9月21日、この問題に関しての統一見解を発表した。創設以来25年の歩みを通して、自衛隊は国民の支持と隊員の努力を結集して今日の体制を作り上げてきたといえる。
昭和54年1月24日、北部方面隊冬季戦技競技会は北海道島松演習場と真駒内射撃場の両会場に方面隊の34部隊およそ850人の選手が参加して行われた。2月19日から10日間、玄関の大雪山麓一帯に繰り広げられた第二師団の連隊主体演習は、積雪地寒冷地における火力と雪中機動力の訓練を行い、極寒を克服し大きな成果を収めた。真心国体をスローガンに2月17日から名寄市で開催された第34回冬季国民体育大会スキー競技会は第3普通科連隊を主力に支援した。3月17日から富良野市で開催されたワールドカップ戦には上富良野駐屯部隊第4特化群を主力に支援に臨み、大会成功に寄与した。3月16日、第8戦車大隊総勢295名は北熊本駐屯地を出発。同日午後、町民の歓迎の中を大分県玖珠へ移中を完了し、玖珠駐屯地には九州の全戦車部隊が結集することとなった。昭和30年浜松基地に設置されて以来、我が国のジェット戦闘機パイロットを数多く養成する任務を果たしてきた第一航空団第一飛行隊は整理され、第四航空団松島基地にその任を引き継いだ。3月3日、航空自衛隊浜松北基地では第一飛行隊の解散記念式典が行われた。永遠なれ第一飛行隊。6月4日、航空自衛隊第11飛行教育団静浜基地において T3 初等練習機による飛行教育が開始された。3月27日、ミサイル搭載護衛艦朝風は三菱重工業長崎造船所で引き渡され、第一護衛隊群に編入された。
3月30日日立造船舞鶴工場で補給艦相模の引き渡し式が行われた。海上自衛隊としては最初のデジタルコンピューター化されたシステム潜水艦ユーシオは3月29日三菱重工業神戸造船所で、苦節艦室戸は7月25日三菱重工業下関造船所で、海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦クラマは9月20日石川島播磨重工業東京工場でそれぞれ命名式が行われた。4月23日第15回自衛隊高級幹部会堂が大平首相を迎えて開催され、席上大平首相は国民の負託に応え国防に関するコンセンサスの確立に努力し、部隊運用の要である指揮官としてのより一層の自己研鑽を要望した。3月28日防衛大学校の本科第23期学生411名理工学研究科第16期学生71名の卒業式が行われた。4月9日防衛医科大学校は第6期生79名の入校式を行った。ここに第1学年から第6学年までの全学生が揃った。54年度統合演習は高階統合幕僚会議議長搭載のもとに5月24日から26日まで市ヶ谷駐屯地で指揮所演習を行った。ついで28日から30日にかけて統合演習初の実演演習が関東、東北北部、北海道の海空域と演習場を舞台に大規模に展開された。静岡県を中心に南関東、東海地区に大地震発生。7月17日、陸上自衛隊東部方面隊は静岡市安倍川の河川敷に震災対処実演演習を繰り広げた。演習には第1、第12師団、空挺団、第1施設団、方面航空隊、通信団、ヘリ団などが参加。静岡県民にその頼もしさを強く印象づけ、多大な成果を収めた。終戦から34年、大阪市鶴見区で発見された1トンの不発弾3発の処理作業が第3師団不発弾処理班の手で行われた。
民家の床下3メートルの地下で発見された不発弾は信管を抜き取ることができず、投下時のショックでできた割れ目から爆薬を抜き出すという困難な作業が慎重にかつ冷静に行われた。3発の不発弾はいずれも適切な作業指揮により回収に成功、住民の不安を取り除いた。ふるさと国体をスローガンに宮崎県で開催された第34回国民体育大会の支援には延べ8000名の隊員が総力を挙げて臨んだ。アメリカのブラウン国防長官は10月19日、防衛庁に山下長官を表敬訪問、広く意見を交換し、懇談した。国賓として来日したセネガル共和国のサンゴール大統領は4月16日、迎賓館における歓迎行事で、儀仗隊の栄誉礼を受けた。同じく国賓として9月10日に来日したスリランカのジャワルデ大統領。東京サミットに出席する各国首脳に先駆けて国賓として来日したアメリカのカーター大統領は6月25日特別儀仗隊の栄誉礼を受けた。8月1日、勇退した高階統合幕僚会議議長は職員多数の見送りの中を離任。後任には武田航空幕僚長が着任した。Thank you.
第二次大平内閣発足に伴い、11月9日、山下防衛庁長官は離任、職員多数に見送られて退庁した。第36代久保田延次新長官は儀仗隊の栄誉礼を受けて着任した。新政務次官発令に伴い、有馬政務次官の離任式が行われた。後任には染谷誠新次官が就任した。西部方面隊は11月24日から8日間、比重台、十文字丸、大屋の原で陸上自衛隊創立以来初の方面隊訓練検閲を受閲した。検閲結果は良好、方面隊の教育訓練体制の画期的向上が図られた。北海道東部に広がる八臼別演習場においては、9月4日から18日にかけて第1特科団全部隊の訓練総仕上げを目標に、長距離機動と天地訓練が行われた。航空自衛隊の総合演習には航空機550機が参加。これまでにない規模の演習が10月1日から3日間にわたって繰り広げられた。昭和54年、それは自衛隊が健全な防衛論議の高まる中で70年代を締めくくり、新しい80年代へたくましく飛躍する意欲を示した年であった。